与党の圧勝について海外の反応ですホワイトハウスの報道官はアメリカ政府は TPP や安全保障分野で協力を深めることを楽しみにしているという声明を発表しましたウォールストリートジャーナルは自民党の勝利は安倍総理の人気を裏付けるものではない連立与党は弱体化した野党の恩恵を受けたとから口の評価をしています 積極的な景気刺激策にもかかわらず景気は後退しているとして今後有効な経済対策や改革が必要だとしています一方韓国の聯合ニュースは安倍総理が今後歴史認識や安保問題などで本格的に右傾化する可能性が大きく日韓日中関係の改善が困難になると伝えていますたただ政権運営に余裕が出るため 関係をうまく保ちながら政治目標を推進する戦略的な動きを見せる可能性もあると指摘しています。また、中国国営の新華社通信は、今回の選挙は安倍総理が勝ったわけではなく、野党が弱すぎた、今後経済で試練を迎えるなどの分析記事を出しています。